はい、久々ですね、来週はこれから、今週はこれからにもうなってしまいます。月曜日なんですけどね、もう日付的には、見ていきたいと思います。10月最終週ですね。あっという間でしたね、10月もね。見ていきましょう。26日、中国で共産党中央委員会の第5回全体会議、5中全会です。10月29日まであります。いろいろね、なんか新しく発表されることが出てきたりするので注目したいところですね。そしてドイツ10月の IFO 景況感指数が18時、アメリカ9月の新築住宅販売が23時です。香港休場となりますので、そしてアメリカ決算発表 F5 ネットワークス、あんま知らないです。で、国内決算発表、日本電産出てまいります。どうでしょうかね。そしてキヤノン、オービック、日東電工、光栄テクモ、OBC、JCR ファーマ、弁護士ドットコム、国用、アンジェス、長和、英検価格、トランコム、新越ポリマー、富士屋、長瀬、調理、PCA、F テック、トイレデバイス、ジェコス、NSW、日本システムウェアか、あります。まあ、いつも通り OBC、オービックは、いつも通り期待したいなっていうところですかね。OBC が前回言いましたから、また後でちょっと細かく見ていきたいと思います。27日、海外アメリカ9月の耐久財受注が21時半、そして住宅価格指数8月分、ケースシラーの方もですね、住宅価格指数22時に発表になります。そしてアメリカ10月の CPI、消費者信頼指数が23時発表です。決算発表いろいろありますね、アメリカね。マイクロソフト、3M、ファイザー、キャタピラ、メルク、イーライリー&カンパニー、アドバンスマイクロデバイシーズということで。ケンキもあるし、まあ小松とか、まあ日立ケンキがね、売却されるんで、ちょっと、随分週末下がりましたけど、まあ、ちょっとどうなるかですね。国内、決算発表、新越化学、ホヤ、なんかどう発音してるんだ、いつもよくわからない。富士通、シマノ、モノタロウはやっぱまあ注目したいです、いつも通りね。小林製薬、ANA、日立建機、その日立建機。ヒューリック、日立金属もだからね、ちょっとどうなるか。JSR、日清製粉、ネットワンシステムズ、山崎パン、野村不動産、日鉄ソリューションズ、新電工か、松井証券、コメリ、幕開け、グリー、積水樹脂、ジーモフィナンシャルホールディングス、マネックス、四国化学、未来工業、エステ、神奈川中央交通、ユアテック、コモリ、タツタ電線、日本車両販売かな、沢田ホールディングス、FDK、桜インターネット、陽明酒と。陽明酒上場したの今知りました。28日。日銀金融政策決定会合が始まります。29日結果発表です。アメリカ決算発表、ボーイング、ゼネラルエレクトリック、GE ですね。マスターカード、ビザ、ギリアドサイエンシス、アムジェン、eBay、フォードモーター、決済系とか、決算発表ありますね。国内、ソニー、花王、日立、JR 東海、JR 東、小松、野村総研、野村ホールディングス、JPX、LINE、サイバーエージェント、小糸製作所、SBI、イビデン、大日本住友製薬、東北電力、東電、日立物流、ニフコ、スクリーンホールディングス、インフォコム、ここからファイ、日本電気ガラス、天野、徳山、東海理科、アサヒホールディングスだから、これは、何のアサヒなんだ。日本航空電子工業、バリューコマース、メタウォーター、丸は、多分、あれでもビールのアサヒじゃないと思うんですよね。多分ね、ここに、順番的にも。日本ライフライン、フューチャー、北海道電力、横川ブリッジ、リコーリース、ソフトバンクテクノロジー、マックス、愛知コーポ、ゼンリン、太平洋何なんでしょうか。ハマキョ、メルコ、ブルボン、双葉、日生化学、グルナビと。グルナビもね、ちょっと GoTo イートの影響がどれぐらい、まあまあ、この決算には数字出てこないんですけどね。どれぐらいあるか注目したいところですけどね。29日、黒田総裁の会見があります。日銀が展望公表、そして9月の商業動態統計が8時50分です。まあ、お昼にとりあえずね、とりあえずの決算、結果発表が出るということになっ
とは午後から会見がね、どんな内容なのかというところ注目ですね。ECB 定例理事会、ラガルド総裁の会見が行われます。まあ、同じ日ですのでね、いろいろ忙しい日です。そしてアメリカ7、9月期の GDP 速報値21時半発表、そして仮契約住宅販売指数9月分が23時発表です。アメリカ決算発表、アップル、フェイスブック、結構大型出てきます。アルファベットとかね、アマゾン、かなりここは大きい一日ですね。ツイッター、デボンエナジー、イルミナ。なんか、狙いに行っても、さっぱりわかんないですね、アメリカの決算発表。だから、ちょっと決算チャレンジとか絶対できないんですけど、もうさっぱりわかんないです。まあでも、アップルとかいい気がするな、今回。そして、国内決算発表、NTT ドコモ、武田、オーリエンタルランド、東京エレクトロン、ファナック、デンソー、三菱電機、京セラ、トヨタ自動食器、オノヤク、NEC、オムロン、アドバンテスト、東京ガス、トヨタ通商、ZOZO、愛新世紀、関西電力、ローム、カプコン、三住グループ本社、大阪ガス、積水化学、大和証券、AGC、大東建託、SSCSK、大正薬品、東方ガスかな、スタンレー電機、富士電機、日野自動車、エプソン、金電、パルタック、アンリツ、NEC 熱 SI、トヨタ合成、SMS、JTEC と、トヨタ防食、トヨタ系かなり出てきますね、この日ね。相鉄、愛華工業、川重、システナ、角川、NSD、四国電力、トラスコ中山、メイテック、北陸電力、東海ホールディングス、コニカミノルタ、帝国ホテル、堺引越センター、マンダム、デクセリアルズ、メーレ社、ドリコムと。そして、30日週末、月末週末じゃないか。月末、まあ、最終営業日か。ね、9月の失業率と有効期限率が8時半発表、そして9月の鉱工業生産が8時50分、9月の住宅着工登記が14時です。そして海外ユーロ圏の9月失業率と、7、9月期 GDP が19時発表、アメリカの個人所得個人消費支出が21時半、シェブロンとエクソンモービルの決算発表があります。国内決算発表、キーエンス、KDDI、第一三共、M3、村田製作所、JT、Z ホールディングス、三井物産、アステラス、SG、塩野義、TDK、京和発酵キリ、マキタ、ヤマト、M&A センター、小田急、JR 西日本、中部電力、レーザーテック、メルカリ構成、TOTO、三菱重工、リクシルグループ、日本酸素、JAL、東部、住友化学、東洋水産、日通、東総、アルソック、なんだこれ、強制、中国電力、ナブテスコ、メディパール、ポーラオルビスホールディングス、外資、日本、九州電力、ハウス食品グループ本社、F ピコ、カゴメ、アズワン、セリア、アルプスアルパイン、ゼオン、東映アニメーション、双日、住友重機械工業、マブチモーター、J パワー、三和ホールディングス、ヤマキュ、三菱倉庫、テクノプロホールディングス、インフォーマート、IRJ、ISID、連合、九電工、洋館、豊瀬館ホールディングス、オリコ、中部、宇部興産、関電工、大熊産業、ちょっと多いとなんかもうごちゃごちゃになっちゃいますね。結構小型の DX 銘柄とかね、ちょっとSIR とか結構来週多いので、その辺を中心に、前回ちょっとそこが冴えなかったんで、今回は結構、期待が剥落していけるんじゃないかなと思っております。ですね、ここに載せてない銘柄もあるので、いくつか注目どころを見ていきたいと思います。で、画面サイズを変えましてですね、どうしようかな、まあ、こっちで見ましょうか。週明け月曜日、小型 NSW とかネクソンなんで、あ、一分足だからか。NSW 日本システムはちょっと200日線がなんか意識されちゃってるような感じあるんで重たいですけど、なんかこの決算発表を機に上抜けたいなっていう感じなんですけどね。 IoT ソリューション、ちょっと期待したいんですが、でしょうか。あと OBC はもうストレートにいつも通りここは期待しても、結構ちょっとね下がってきてますんでね、買いやすいところかなとは思うので、
ちょっと私は今あんまり動かす玉がないので買えないんですが、あとはトイレデバイスはね、素直に半導体関連好調っていうところで、ちょっとこの辺の半導体商社なのでトイレデバイスは結構ね、いわゆる半導体関連銘柄とかっていうのはちょっと違う動きをしてる、こういうところ決算とかでもう一段みたいなのは期待しやすいんじゃないかなと思ったりしてます。あとは、まあ、ちょっとここのところマザーズ調整挟んでますんで不安なところもあるんですが、弁護士 .com、ね、クラウドサインとかやっぱりかなり使われて、私の方でも私の仕事上でも結構クラウドサインでみたいなところを言ってくる企業は多いですね、です。あと、OBC よりもいつも OBIC の方がストレートに良かったりするパターンで、値が下げる方は OBIC の方も注目してあげてください。あと、電産あたりはどうなんでしょう。こんだけ上がってきちゃって、また。まあ、半年で倍にまたなってきてますけどね。この上がり方を素直に取っていいのかどうなのか。です。あとは、新越ポリマーなんかも前回確か決算良かったというか、決算に上がった印象でしたけど、違ったかな。忘れました。新越ポリマこんな感じかな。あとは、まあ、電子部品系とかアップル関連で日東電工とかね、この辺も面白いかなと思います。そんな感じでしょうか。はい、そして一応火曜日ぐらいまで見ておきたいと思います。火曜日どう、まあ、いつも通りストレートに行くんだったら NS ソリューションズですね。ニテソリューションズ、前回決算でここですね、急落したりしたんで、今回は、その期待、剥落した分、取り返しに行けるんじゃないかなというふうに思ってます。あとは、先週も、場中の配信でお伝えしましたが、桜インターネット、ね、ですね。あとは、日立系、どうなのっていうところで、日立金属、なんか、売りに出されちゃうとちょっとそりゃきついよなっていう話なんですけどね。日立金属なんかもこの、なんか釣り安しちゃってる感じなんですかね。日立製作所、日立建機の約 51% を保有しており、この約半数の保有株を売却する方針。まあ、日立金属も売却を進めており、今月にも手続きを開始するとみられて、ああ、そうか、じゃあちょっと、あれですね、さすがにこれは持てないですね、日立金属はね。あと、桃太郎。ああ、まあ、ちょっとやっと調整してくれたんで、買い場ではあるかもしれないですね。桃太郎、あと、新越化学はストレートにね。高いですけど面白そう。あとはホームセンター系ということでコメリとかね。あとは板薄いところですが、両毛システムズあたりがね、結構ぶっ飛んだ、前回も結構ぶっ飛んだんですよね、決算でね、みたいなことがある銘柄なので、まあ面白そう、面白そう。あと、ここ最近調子いいのが、キューブシステムスね。あ、ずいぶん、この2日で、ずいぶん下がったか。まあでも、ね、ここ半年で2倍、3倍近く上がってますもんね。あたりかな。が、注目どころかなと思います。あと、水木金の注目銘柄、場中の配信、アーカイブも今のところ全部残してますので、そちらをご覧いただければ、だいたい5番の配信あたりで注目銘柄は、その日の注目とか、その次の日ぐらいまでの注目銘柄をお伝えしているので、そちらをご覧いただければなと思います。で、週末のマーケットちょっと振り返っておきましょう。ニューヨークの方はまちまちでしたね、指数ね。ニューヨークダウは28ドル09セント安、28335ドル57セントということで 0.1% のマイナスでした。ナスダックは、プラス 0.37% のプラス。まあ、やっと落ち着いてきましたかね。一旦の調整はこの辺で落ち着くかな。あとちょっと大統領選にね、また左右されそうな感じもあるんですけどね、ちょっとその辺待ちながらということになろうかと思います。
はい、原油39ドル78セント、まだ40ドル挟んで動き続いております。ドル円104円71銭。緩やかな円高方向。まあ、どうなんですか、104円をそこにした。全然まっすぐじゃなかった。フラッグみたいな感じですかね。三角持ち合い。なんでしょうか。まあ、ちょっと為替はちょっと私あんまり得意じゃないんでね。なんでも言えないんですけど。そんなところであります。日経金結構まあこの先2万4000円への期待みたいなところ結構言われてますんでね。そこ、まあ、ぼちぼち、こちらも煮詰まってきたところかなと思います。この、ね、珍しくこのトレンドライン、ずっと、ここ、1、2ヶ月ぐらいずっと直さず、これで、このまんまにしてあるんで、結構信頼度高いというか、結構意識されているところなんだと思いますね。もう数日、まあ、11月の半ばぐらいにはこれも煮詰まってどっち行くかっていうのは大体体勢つかめる感じになるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、2万4000円がどうしても重たい意識されてるっていうのは、週足とか見るとね、かなり何回か跳ね返されてきましたんで、2万4000円。どうしても2万4000円近づくと売りが出やすいっていうところは、まあまああるでしょう。で、2万4000抜けるときパーンと抜けるんで、で、なんかそこで、ああ、今買わなきゃみたいな感じになって、慌てて2万4000円とかで買うと、一旦下に、こうね、振らされるっていうところもあったので、ちょっとやっぱり慎重に行きたいですよね、この辺はね。だから買うんだったら、この辺で今のうちに買っとこうぜっていうことなんだと思うんですよ。これ2万4000円とかになってから買うと、なんか一気にね、2万3000円付近までまた1000円ぐらい、下に叩かれるんで、まあ、毎回そんな感じなんですよね。まあ、そのパターン、本当に個人投資家がさただただ食われるだけなんで、気をつけながらやっていきたいなと思います。ということで、10月、ちょっとさすがに10月最終週となると寒くなってきましたんで、体に気をつけて今週1週間頑張っていきましょう。ということで、以上、静かですけど、今週はこれを買いでした。